神ってどうですか。いやそれはダメだろ。サークマン、打ち上げを舐めるなよ。すいません。あれ、お前らここで何やってんの。こっそり文化祭の打ち上げの場所とか決めたりしてません。文化祭の打ち上げ、あ、そうそう、今ちょうどクラスでその話しててさ、お前らがいないから探してたんだよ。え、僕らを探してくれてたんですか。当たり前だろ、俺たちクラスメートなんだから、こういうのはみんなで決めた方が楽しいじゃん。ほら、行くぞ。なるほど、これはある意味ミッションインポッシブルだな。はい、ということで、なるほどね、こういう、まあ、真逆の立ち位置で古川さんに二役演じていただいて、面白いお話をねいらっしゃいますね。ちょっとミスリードさせつつ、まあ入り口としてはなんか悪の組織なのかなみたいなね、かと思いきや、で議題が文化祭の打ち上げどこでするっていう、かわいらしいお話、そう、しかもそこで盛り上がりたいというよりはそこをうまく自分たちで調整して、うん、みんなからの評価を上げたいっていうね、かわいらしい学生たちでございましたけれども、感想を言っておりますか。はい、ありがとうございます。ヒイラギーさんです。かっこよく言ってるけどなんか切ない、友達がいない。リバーブがね、ねある響きが出てしまって、はい、続いていいですか。エリコさん、カジさんの部下の感じかっこいいの想像してから、あれって思いながら聞いてたら、そういう感じのミッションね。いや、そう、あのね、ほんとはミスリードからすると、はい、かっこよくやった方がいいんですけど、はい、今日ほら5本もあるからさ、そうですね、ちょっとね、バリエーションをね、出していかないといけないですよ。ただ、ね、ちょっとね、あの3枚目、5枚目ぐらいに振っちゃいました。そうですよ、これ自分の作品もあのみんなテーマがしっかりしててね、うん、学校っていうテーマ一つとっても、これだけね広げようがあるっていうのが、これだってプロじゃないんですよ、リスナーさんが、それもね、しっかりいてくる、しかも募集期間も短く、そうですね、発表してからですもんね、テンポ感もこれすごいですもんね、そうですね、はい、これ当たり前のにリュウト君やってるけど、ね、普段別に声優をやってるわけじゃないのに、そうですね、すごい呼吸テンポ感がすごい学びをさせていただいて、やりやすく楽しかったです。もう今のアイドルさんっていうのはね、だって踊ってトークができて、お芝居はもちろんできるね。ねえ、ね、すごい。だから努力もね、あって素晴らしいですよ。ありがとうございます。いや、いつもありがとうございます。はい、というわけで、リスタートスクールラジオドラマでした。ご覧になったコラムもやってきます。優作、古川さんが群馬県警の山村警部を担当されていますが、古くからお付き合いのある声優さんで、今でも交友がある方はいらっしゃいますか。そうですね、あの古谷徹さんなんかは、まあ、バンドで10年間一緒にやってましたんで、あのそのバンド仲間だったということもありますし、ね、まあ、役柄としてもね、もう長いです。そのバンド仲間の人は皆さんはですね、気遣いです、ね、いやー、そうですよね、もうすごいなんかたまたまですけど、はい、この後皆さんにねお聞きいただきたいなっていうふうにつながっていくので、はい、そのままじゃあご紹介しちゃいましょうかね、はい、ここでじゃあ、リクエスト曲紹介したいと思います。こちら古川さん、はい、メールを読んでいただけますでしょうか。はい、はい、那覇これですね、はい、栃木県ラジオネーム、はい、大滝栄一ラブさん、ファンの方ですね、古川さんといえば私は海辺のジュリエットです。懐かしい、なんせあの大滝栄一が作曲した曲を歌っているんですよ。しかもその曲は後に名曲ホイップカレンにリメイクされたんです。すごすぎる、こんなメールをいただきました、ありがとうございます。懐かしいな、ね、スラップスティック、はい、こちらで先ほど今共演されている方でっていうお話ありましたけれども、そこでバンドでご一緒に行っておっしゃってたのが、はい、まあ、野島明夫さんだったり、はい、古谷徹さん、そして三井裕二さん、そして園部和之さん、そうですね、これもすごい、もうね、もう趣味でやってたんですけどね、最初は。いやー、それが大変ですね。趣味で、どんな趣味ってやね、方々もうこれでめちゃくちゃすごい吹き替えできちゃいますけど、まあ、加えてのも、だから皆さんご自身で楽器も担当されて、バンド組んで、古川さんギター、あ、そうですね、はい、アルバム14枚ぐらい出しましたかね、10年間ぐらい活動しました。いやー、すごい、まあ、このね、バンドをやられ始めたのが30歳前後ぐらいということで、はい、ことで、じゃあ、まあ、今回はこのチョップスティックさんの楽曲をね、はい、今日も生音というか、その音源で、はい、
かせていただけるということで、これは素晴らしいですね。いや、そうです。